チズム。渋谷にありがちなこと。くんくん、くん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 。え、なになになに？どうしたの急に。いや、なんかさ、渋谷ってちょっと独特の匂いしない？なんかこう、どう言ったらいいんだろう。なにそれ。それっていい匂い？いや、割と臭めで、でも何の匂いかは特定できないんだよね。いや、臭いんかいんだったらそんなに嗅ぐなよ。いや、だって気になるんだもん。くんくん、くん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 。まったくもうこの子は。何の匂いかはわからないが、何かの匂いが充満していがち。わー、今日も人多いな。っていうか、もう時間過ぎてんだけど。たくあいつ遅れやがって、早く友達来ないかな。おーい！お、やっと来た。まったくもう。おー、なんだ、違ったか。おーい、お待たせ。お、今度こそ来たか。まったく待たせやがって。なんだよ、また違うのかよ。あ、待ち合わせしてる人多すぎて、全部反応しちまうよ。余計に体力使うわ。もうあいつ早く来いっつーの。待ち合わせをしていると、呼びかけに逐一反応してしまいがち。コーヒー飲みたいな。どこかでコーヒーでも買って帰ろうかな。あ、いってて。Oh, sorry! 大丈夫ですか？おー、海外の人だった。オーケーオーケー、ベリーマッチ。これで合ってるのかな。Sorry! バイバイ。バイバイ。急な海外の人びっくりした。っていうかちょっと緊張しちゃった。そういえば渋谷って海外の人よく見かけるようになったな。私渋谷によく来るし、こういう時に話せるぐらいの英語は話せるようになった方がいいのかもしれないわね。いつの間にか渋谷に海外の人がいっぱいいがち。おお、ここが渋谷か。なんだかすげえな。別世界って感じだ。おいおい、田舎から来たからって興奮しすぎだよ。見続けていたらこういうのも慣れるんだよ。そんなの知るかよ。俺は初めての大都会に興奮しっぱなしなんだよ。だって東京の渋谷だぞ。はいはい、わかったわかった。じゃあ信号青になったし渡るぞ。おほう、これがスクランブルエッグ交差点、有名なやつだ。ああ、そうそう、まあ俺の辞書の中にはエッグはついてねえけどな。さあ行くぞ。なんか、なんだ、意外と迫力とかないんだな。まあただの交差点だしな。っていうか迫力ってなんだよ。スクランブル交差点に期待するも意外と普通でありがち。ねえねえ、今日クラブ行かない？ああ、いいね、行こっか。数時間後。ねえねえ、二人で抜け出さない？どうしよっかな。でも二人で抜け出すなんて恥ずかしいし、っていうか私友達もいるし。大丈夫だって、すぐそこにホテルあるから。そうなの？わ、本当だ、こんなに近くにあんの？って、大丈夫？何がどう大丈夫なの？あ、セットかと思うくらいの距離にクラブとホテルがありがち。まあそういうことですよね。さあ、今日の取引先がここ渋谷にあるため、俺は渋谷にやってきたのであった。誰に言ってるんだ？確かこの辺だったと思うんだけどな。あ、なんだよ、汚いな。ゴミ捨てんなよな。おお、てかゴミが散乱してんじゃねえかよ。あ、そうか、昨日ハロウィンだったからか。もう地獄絵図だな。ハロウィンの次の日は道端がゴミ地獄絵図になっていがち。この天の声もこの前見たけど、ハロウィンでもねえのにめっちゃ汚かったぞ。みんなちゃんとゴミ持って帰れよ、もう。やっと登り切った、ぐえー。なんか渋谷って坂多くない？もう坂上がったの何回目よ、もう。たくも、なんでこんなに坂道多いのよ。気になったから Google 先生に聞いてみよっと。検索検索。なになに？渋谷はもともと谷地だから坂が多い。なるほど。川とかが昔は流れてて、谷があって坂が多い。そういうことか。いや、にしても今は流れてねえし、関係ねえし、坂多すぎなし、なんとかしてよ、もう。坂が多くて体力を持っていかれがち。ダイエットになるじゃないのよ。さてと、今日は新入社員ちゃんと駅で集合だったな。というわけで俺は先に駅に着いたということなんだが、まだ新入社員ちゃんは来てないな。まあちょっと早めに着いたし、待つか。30分後。あーれー、もう集合時間だいぶ過ぎてるのにまだ来ないな。新入社員ちゃん大丈夫か？まったく、寝坊とかだったらまずいぞ、もう。LINE！ あ？ LINE だ。新入社員ちゃんからか？寝坊じゃありませんように。すみません先輩、渋谷の駅の新南口がわかりません。僕今どこにいるのかもわかりません。あ、そういうことか、迷ってたのか。あ、じゃあもうちょっと早く気づいてあげればよかったな。上京したてや新入社員は渋谷駅の新南口がどこかわからないがち。今日はさ、連れて行きたいおすすめの場所があるの。
へえ、そうなんだ。どこなの？この子は最近知り合った子なんだけど、なんか距離感が近いんだよな。まだそういう感じじゃないと私は思うんだけど。ほら、着いたよ。へえ、ここなんだ。ああ、わかったわかった。で、ここマルチ商法のセミナー会場やないか、これ。勧誘したいだけやないか、ふざけんなよ、この野郎。どうりで距離感が近いと思ったわ。怪しい匂いがプンプンする勧誘に出くわしがち。ねえねえ、私お腹空いちゃった。そろそろランチにしない？え、もうそんな時間？ほんとだね。そうだね、ランチにしよっか。とは言ったものの、渋谷でランチか。渋谷は高いんだよな、ランチだったとしても。また財布が寒くなっちまうな。私、ここのお店に行きたい。行こう。あ、おいいよ、行こう行こう。おいおい、大丈夫か？なんかおしゃれなところだし、値段高そうだぞ。何しよっかな。あ、私これにしよう。すみません、私この A セットでお願いします。なっ、おい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 、そのランチ3000円もするじゃねえかよ。くぅ、この野郎、おごられる気満々で高いの頼んでるな、ちくしょう。いやー、もう今日は割り勘にしてもらおうかな。ランチの値段が全然気軽な金額じゃないがち。ねえねえ、明日の集合場所どうする？どうしよっかな。行きたい場所があるから近いところがいいかな。となると、南口でもいい？オッケー、南口ね。じゃあ明日ね。はい、よろしく。翌日。わあ、やば、人多くて南口に行くのめんどくさくて嫌だな。よし、ちょっと連絡しよう。あのさ、ごめん、やっぱりハチ公前でもいい？わあ、奇遇だね。私もやっぱりハチ公前がいいと思ってたんだ。おお、意思疎通。そうだよね、もう人が多くてさ。いつもと違う場所で待ち合わせしようとするも、やっぱりハチ公前になりがち。うわー、今日も仕事終わりました。疲れたな。いつもよりも体力使った気がするぜ。腹減ったな。というわけで、渋谷のどっかで飯食って帰るか。どこの店に行こうかな、どこがいいかなと。どうだ人間め、こんな大きな体を急に出したらびっくりするんだろ。ほーら、驚けちゃう。あ、なんだ。ああ、ネズミか。そんなことはどうでもいい。ラーメンかハンバーグもいいな。あ、でもこの前話聞いてたパスタもいいな。いや、渋谷はいろんな店があるからな、悩んじまうぜ。え、嘘、全然驚かんやん。これで驚いてくれるやつ結構いると思うんだけどな。マジか、こいちゅう。ネズミが出現しても慣れてしまって驚かなくなりがち。さて、私は今日渋谷で飲み会なのでやってきました。誰に話してるんだ。飲み会の場所まであと10分くらいの距離か。あ、お姉さん超綺麗だね。よかったらうちで働かない？ああ、そういうのいいんで。そこのお姉さん、うちで働いたらナンバーワン取れるよ。大丈夫ですってば。もう数分おきにキャッチに声かけられる。どんだけ密集してんのよ。歩いて数分おきにチャラいキャッチに声をかけられがち。渋谷に来ると天津甘栗食べたくなるんだよな。の噂をすれば、今日も焼いてる焼いてる、買っていこうかな。どうも、一袋ください。ないよ。よし、家に帰ったら楽しませてもらおう。そういえばこっちに住んでもう何年にもなるけど、実は天津甘栗買ったのこれが初めてかもしれないんだよな。天津甘栗が割と有名でも購入までに至ったことがあまりないがち。ねえねえ、久しぶりに109行ってみる？懐かしい、行ってみよっか。数時間後。ねえねえねえ、待って待って、なんか全然追いつけなかったんですけど、何あれ。それよね、私たちから見てもなんか若者の服って感じだった。ねえ、私たちって、そう、年取ったわね。懐かしい気持ちで109に入ると若者の世界すぎてダメージを受けがち。今度ね、あんたの家に行こうと思ってるんだけど。お、母さん来るの？じゃあ東京観光でもするか。あら、いいわね、東京は久しぶりだわ。そうなんだ。じゃあ渋谷でも行くか。渋谷ね、疲れるから他の場所でもいいかしら。ああ、そっか。はい、わかりました。母さんにはさすがに渋谷はきついか。年配には渋谷は疲れやすい場所でありがち。まあ若者の街ですからね。というわけで、皆さん渋谷のありがちなこといかがでしたでしょうか。それわかる的なところはありましたでしょうか。もしよろしければコメントと高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。